さて続いてはズームアイのコーナーです。今日は2人で漕ぐ自転車でヨーロッパ縦断を達成したお二人をご紹介します。ではゲストです。トレートペリピというグループ名で自転車旅に挑戦する佐藤淳さんと高橋ゆめなさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は高崎出身在住でしてタンデム自転車で旅に挑戦されています。去年4月にもね、日本一周を達成された際にこちらにご出演いただきました。今回はさらにもう海外に飛び出してヨーロッパ縦断の旅を終えられたということなんですね。はい、お二人が自転車で旅に挑戦しようと思ったきっかけというのをまず教えてください。はい、もともと日本一周しようかなって思った時に私はどうしても車で行こうと思ったんですけれども、彼がどうしても人力がいいというので、私はじゃあだったら私を引っ張れる何か乗り物だったらいいよっていうことで、タンデム自転車乗ったら彼が引っ張って私が後ろに乗ってれば進むことができるので、タンデム自転車で旅をしようと思いました。そういうことなんですね。でも2人でちゃんと映像は声出ましたね。よかったよかった。そして今回はヨーロッパ縦断の旅ということで、もうびっくりですが、今年3月にイギリスを出発して5月にイタリアに到着するまで7カ国延べ3300キロ走破されました。この旅振り返っていかがでしょうか。いやもう本当にただただ楽しかったです。毎日美味しいご飯食べて、素敵な景色見て、なんか面白い愉快な人たちと喋って、もう楽しいが出てこなかったです、ね。イギリス、どこまでですか。フランス、ベルギー、ルクセンブルク、スイスで最後イタリア。そういうことだったんですね。なんか国の名前聞いてると楽しそう。なるほど、なるほど、ね、ルートも浮かびますね。そうですね。もう気になるのが旅の間の宿泊場所ですよね。どうされたんですか。はい、基本的には野宿。あ、基本的に野宿。あともう一つあったのが、自転車旅のコミュニティサイトみたいなのがあって、でそこで今日お家空いてますかって尋ねて、で今日なら来ていいよということで、そのお家のお邪魔させてもらって、その地でまあそのご飯をいただいたりとか、そういう出会いがあったりだとかっていうコミュニティで泊まらせてもらってました。あ、まさにこういう交流があったということですけれども、はい、ベルギーで印象的な出来事があったと聞きました。はい、その野宿なんですけど、やっぱり毎日うまく探せるわけでもなくて、ですよね。で全く何もないところで探せなかった時に、あるなんかご家族が外にいらっしゃって、で声かけて庭を貸してくれないかということで貸していただいて、ですごくその家族も優しくて、でビールを片手に一緒にいろいろ語り合いながら話してて、その時にすごい違う文化だなって感じたところがあって、そのお家に屋根があるんですけど、屋根のところに穴が開いてたんですね。でそこを直した跡があって、でそこを何って言ったら写真見せてくれて、でもその戦争の後に落とされちゃったところを自分たちで直して、で歴史を大切にして自分たちで暮らしてるんだよっていう話を聞いて、なんか物を大切にするとか、そういった歴史を大切にするっていうのを学ばなくちゃなと感じました。あ、じゃあ本当に旅に出ていろんな出会いを通して学びがあるわけですよね。そうですね。お二人のトレートペリピという名前の由来もそういった海外での経験があるんですよね。そうなんです。私たちが20歳の時にフランスのパリに行ったんですけど、その時に自分が想像してたフランスのパリではなくて、なんかすごい印象的に今覚えてるのが路上で生活してた人たちとか、なんかそういうマイナーな部分がすごい私はすごいなって、裏切られたなって思ったので、なんかそういう旅を通して自分が裏切られたなって思う瞬間大切にしていきたいなって思って、裏切り者の旅人って名付けてトレートペリピと名付けました。なるほど、ね、そしてその経験をね、今我々にも伝えてくれてますし、そういうねなんか学びをね皆さんに広めていただきたいなと今後もと思うんですが、その今後なんですが、日本一周もしました、ヨーロッパも行きました。さてじゃあ次はというところ気になっちゃうんですけどもね、どうですか、何かあるんでしょうか。そうですね、目標としましては、自転車旅がものすごく好きなので、最終的にはアフリカを自転車旅したいですね。そうですか。もう時期的なものも、はい、あれですか、イメージはありますか。いや全く予定はまだ立ててられてないんですけど、はい、より過酷になるでしょうからね。そうですね、もうちょっと知識と経験をつけて挑みたいなと思ってます。でもね、その経験をねまたね、我々にね教えていただきたいなと思いますね。
アフリカってどういうことができるんでしょうね。なんかイメージとか。私は野生動物と自転車で走って旅をするっていうのがやりたくて、でもまだまだ今の自分たちの経験も知識も足りないから、うん、もう5年10年ってかけて、いつか行きたいっていうのが今の夢です。本当に願望に近い夢なんですけど、でもね、旅ってね、うん、本当にこう計画通りに行かないところも含めて面白いからそういうところもね、うん、ぜひまたアフリカ、はい、また違うところ行ってね、はい、また教えていただきたいなと思いますね。お二人が自転車でね、動物さんたちと一緒に走るところ、その写真もね、見たいですね、はい、楽しみにしてますね、はいはい、ここまでトレートペリピの佐藤さんと高橋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。